どうもチョロです。ポケゴロ PVP の動画を上げております。今回ですね、シャドウナマズン電磁虫ベロリンガっていうパーティーでスーパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、ジュゴンですね。多分対面自体は負けになるんじゃないかな。なんかそんな感じをしてるんですけれども、まあでもね、裏に引いてもって感じなので、まあ相手に凍えるかで打たせてからね、ベロリンガなり、まあ、電磁虫なり投げていこうと思うんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、泥爆弾さっき言ってるんで、それ入れていって、で、凍える風打ってくるかな。打ってきましたね。まあ、一発なら受けられるんで、受けて、まあ、攻撃機能に効かれたら変えていくって形で、まあ、OK なんじゃないかなと思います。で、ここは、ベロリンガ投げましたね。まあ、以前は電磁虫投げたんですけれども、まあ、ベロリンガだったら、まあ、受けられるっていうことで、まあ、投げていったのかな。で、なんなら交代時間回してやろうみたいな感じで、まあ、やってったんですが、まあ、相手は多分、凍える数一発入れて、他のポケモン投げてくると思うんですよ。で、出てきたポケモンが、ランタンということで、これ悪くないですね。ナマズンで倒せるので、まあ、あとは電磁虫がね、まあ、ジュゴンには取ってますし、3匹目次第って感じではあるんですが、まあ、ここはもう、攻撃機能引かれていても、パワーアップでガンガンいっちゃっていいですね。なんならうまくいけば対面返せるんじゃないかな。まあ対面返せないにしても、ナマズンで来てもらえれば悪くないと思いますね。相手のジュゴンが、まあある程度ゲージ吐いて去ってるんで、まあランタンからナマズンで来てもらっていって、まあジュゴンにどんどん泥爆くなっていくって形で、まあ処理できると思います。だからパワーアップ打っていくんですが、これ相手もやられないんで受けてくるんじゃないかな。まあナマズンの姿も見てますし、まあシールドラル取られたくないってことで、まあ受けてきて、で、やっていくんですが、これ貼らなくていいっすね。来てもらっちゃっていいと思います。もう相手これゲージ吐き切るんで、まあナマズンで、まあ来てもらって、おそらくジュゴンが戻ってくるので、そこには泥爆弾打っていくって形で、やっていけますね。ここで起点を2発もらえたのも大きいですね。まあこれであれば泥爆弾ガンガン打っていけるんで、まあジュゴンのシールド剥がし切るか、対面っていうところ迫れるんじゃないかな。というわけで、まあ、泥爆弾打っていって、この後、CCT 意識して打つべきなのかちょっと迷ったんですけれども、打たなかったですね。さすがにこれ CCT やっちゃうと、攻撃数打たれちゃうかな。ちょっと回数数えてなかったんでわかんないんですが、まあ、これ資料化対面ってところ、まあ、迫っていって、で、対面くれたんで、あとはラスト次第なんですけれども、ここで対面くれたの大きいですね。まあ、相手は、あれかな、まあ、ラストにかけてきたんだと思うんですが、まあ、さすがの回転力ですよね。しかもシャドウなんで結構入るんじゃないかな。で、出てきたのが闇波ということで、これ多分シールド剥がせるんで、まあ、この後は、なんだ、電磁虫投げていって、まあ、シザクロスで、まあ、勝ちは確定ですかね。まあ、相手は、悪ゴーストタイプなんで、シザクロスが一応遠回になるのかな。で、しかもシャドウじゃないですか、これよく見ると。まあ、シャドウなんで、多分シザクロス絶対たまりもないと思うんですよ。なんで、まあ、2発溜めて打ってしまえば、まあ、勝ちは確定ですかね。で、相手は、まあ、イカ様なりなんなり打ってくるんですが、まあ、回数的にイカ様だと思うんですけれども、まあ、これ貼ってしまって、ね、残りシールド相手1枚なんで、まあ、シザークロス打っていって、まあ、ゲージ吐き切ってるんで、一発ボルトチェンジ入れる余裕ありそうですね。なんで一発ボルトチェンジ入れてから、あれですね、シザークロス打っていくって形で OK だと思います。なので、まあ、念のため、一発ボルトチェンジを入れてシザークロス打ってしまえば、まあ、この HP だったらもう耐えきらないですよね。まあ、闇闇の耐久力もあれですし、まあ、シャドウっていうことで、まあ、勝ち確定ですね。対戦ありがとうございました。ジュゴンとナマズンはね、まあ、ジュゴンが有利だと思うんですけれども、まあ、やっぱり回転がね、ナマズン早いんで、まあ、うまくね、回転を駆使してポケモングルグルしながら勝つことができましたね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がニョロボンということで、これ出し負けなんじゃないかな。まあ、出し負けだと思うんですけれども、まあ、今回シャドウを連れてきてるんで、まあ、シャドウだと割と抗えそうな気がしますね。シャドウだとこういったニョロボンとか、マリリとかに、普通のよりもなんか強気に出れるような気はするんですよ。まあ、実際私がマリビル使ってる時になんだシャドウのナマズン使われて、まあ、結構強かったんで相手のナマズンがね。なのでまあそんな感じで、まあ、シャドウだとこういった水ポケモンに抗えるなっていう印象は正直ありますね。で、まあ、ドロバックで打っていくんですけれども、まあ、相手爆裂パンチ打ってきてましたね。ちょっと珍しいなと思ったんですが、これどうしようかな。なんか受けてくれたんで対面取れそうですよね、シールドあれば。貼っちゃおうかな。多分、凍える風で間違いはないと思うんですけれども、これ、マットショットだけで多分、塗っていって、起点作った状態を迎え撃てるんで、まあ、これはもう、対面維持して、まあ、相手のポケモン見てやろうかなと思います。だけでね、まあ、対面維持していって、で、出てくるポケモンが、このヨザルですね。ちょっと嫌なの出てきたんですけれども、まあ、とりあえずネット打っていって、相手貼ってくるのかな。まあ、ネットまで貯めてるんで、貼ってくるかな。そうですね。貼ってきて、まあ、このヨザルの HP を守りながら、まあ、起点作ってくるっていう動きをしてくるんですが、まあ、電磁虫でなんとかなるでしょう。電磁虫、カウンター今一つで受けられるんで、まあ、シャドボーは痛いんですけれども、まあ、受けちゃって OK ですね。で、こっちも放電打てるんで、相手も放電食らってくれるんじゃないですかね。
まあ、ここでそんなにこの世ざる、ね、裏のポケモン分かんないのに守る理由もないと思うので、うん、まあ、放電も受けられますし、相手としてはこれ放電食らってくれて、で、まあ、まあ、ダメージレース5分ぐらいで戦っていって、相手の方がゲージが溜まってるっていう状態になるのかな。うん、まあ、そんな感じでやっていくんだと思います。だければ突っ込んでいくんですけれども、まあ、相手が辻斬りなり、レートパンチなり打てるんで、これ張っちゃうから、なんか張って2匹のポケモンで、まあ、ゲージ溜めた状態で迎え撃つ方が、なんか良さそうな気がしますね。なので、まあ、張っていってシールラーダー取られちゃったんですけれども、まあ、裏のポケモンに技を打てる状態にして、まあ、裏を迎え撃っていくんですが、最後出てきたのが、ランタンでしたね。ランタンか。ちょっと厄介ですね。これどうなの？放電とシダクロスどっちがダメージ取れるのかな？ちょっとわかんないんで、まあ、とりあえず放電、なんか放電の方が取れそうですね。で、最後、ペロリンガが出ていって、で、相手がね、シールラード取ってるんで、まあ、ちょっと厳しくはあるんですけれども、まあ、10万ボルトがどれぐらい入るかですね。2発耐えるんじゃないかな、ペロリンガの耐久力だったら。多分耐えますね。あ、これ耐えますね。スパーク込みでも耐えてくれると思うので、こっちはなんか下手にのしかかり打たない方がいいんじゃないかな。なんかもう、普通に、パワーアップ入れていった方がいいと思います。のしかかりじゃ倒しきれない HP 残ってるので、パワーアップ2発倒しきっていこうかなと思います。まあ、あとは相手の、10万ボルトさっきの感覚だったら耐えるんで、まあ、耐えてもらって、で、勝ち切れるって感じですかね。ギリギリかな。これ多分、ギリ耐えた上で、相手のスパーク耐えて、あれですね、パワーアップ打ち込めますね。ほんとギリギリですね。よく耐えたなって感じではあるんですけれども、スパークでやられちゃってもおかしくなかったんですが、まあさすがにもうパワーアップは耐えないんじゃないかな。ここまで削ってしまえば。まあ、非力なベロリンガで対空ヒッチとはいい、倒しきれますね。大変ありがとうございました。今のバトルもベロリンガの強さが光りましたね。まあ、ベロリンガってやっぱり、まあ、耐えながら、なんだろう。まあ、相手を追い詰めていけるっていうポケモンなんで、まあ、そこがやっぱり良かったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がランターンということで、まあ、出しがちですかね。まあ、出しがってると思うので、まあ、そのまま突っ込んでいくんですけれども、まあ、シャドウなんで、相手の波乗りがどれぐらい入るか、ちょっと見てみたいですね。半分持っていかれるようだとちょっと嫌だなって気がするんですが、まあ、半分は持っていかれないんじゃないかな、シャドウでも。緑まで、黄色までいかないと思いますね。うん。逆に回転もこっちの方が早いので、まあ、有利は有利なんで、まあ、そのまま突っ込んでいっちゃっていいと思います。やっぱりあれですね、半分は入んないんですね。確定2発取られてないのであれば、まあ、相手の技のタイミングに合わせて、まあ、先制も取れてますし、まあ、665のタイミングで打っていけば、まあ、普通にね、上から叩いていけますね。で、相手も張ってこないんじゃないですかね。で、まあ、これ倒し切っていって、で、この後裏のポケモンっていくんですが、ナットレイが出てきましたね。まあ、ナットレイちょっと嫌だなって気はしないでもないんですけれども、まあ、でもね、相手鋼タイプ入ってるんで、これ意外とドロパックのダメージ取れますね。しかもなんか、相手、まあ、種マシンガンじゃないですか。で、種マシンガンって、まあ、サンタマダなんで、まあ、ダメージ判定が入るまでちょっと時間かかるんで、まあ、その間にね、こんな感じで、ドロ爆弾2発入れていって、結構削りますよね。もう、黄色以下まで持っていってるんで、まあ、ここがやっぱりシャドウのね、強さですよね。で、まあ、ここにベロリンが投げても、まあ、投げてもよかったんですけれども、まあ、相手の技全部今一つ受けられる、なんだ、こいつ、電磁虫投げておけば、まあ、パワーアップも平気ですし、雷も平気ですし、まあ、ミラーショットなり、なんなりも平気なんで、まあ、投げていって、で、出てきたポケモンが、ラウドボーンだったので、まあ、ベロリンが投げていったって感じですね。まあ、ラウドボーンね、ちょっと厄介は厄介なんですね、ベロリンガで対処するのも。まあ、のしかかりと、まあ、パワーアップでダメージ取れないじゃないですか。なので、まあ、下舐めがメインになってくるので、まあ、まあ、ゴーストタイプの中でも、ちょっとベロリンガで見るのが難しいポケモンな印象はありますね。しかも、回転早くて。まあ、相手もシャドーボールっていうね、最大の技が効かないんで、まあ、チャンボイスで削るしかないんですけれども、まあ、でも、やっぱり、まあ、焼き尽くす強力ですし、なんやかんや押してきますよね。で、まあ、ここでのしかかり打っていって、で、まあ、これで、あれかな、まあ、相手も張ってこないですね。受けられるんで。これ、パワーアップの方が良かったかな。どうなんだろう。で、まあ、次は、ま、のしかかり打ったか。で、相手がチャンボイス打ってくるんですけれども、これ、張ったのかな、結果的に。どうだったかな。あ、張りましたね。まあ、ぶっちゃけ張らなくても良かった気もするんですけどね。で、まあ、のしかかっていって、で、相手が張ってくるか張ってこないかなんですが、ここさすがに張ってくるんじゃないかな。多分張ってくると思うんですよね。あ、張ってきましたね。で、相手が帰ってきて、で、あれですね、まあ、とどめさし、相手も帰ってくるの分かってたね、こっちが帰ってきたって感じか。で、まあ、パワーアップなりなんなり打ってくるんですけれども、あ、雷打ってきましたね。で、ここは、ちょっと起点作って倒しちゃっていいんじゃないかな。シザクロ打っていって、まあ、2発溜めたんで、まあ、これで、まあ、倒していって、で、この後なんですけれども、ライドボンの処理がね、ちょっと問題なんですけれども、
多分ね、これね、焼き尽くす2発でやられるぐらいの HP なんじゃないかな。なので、ここ4ターン技と5ターン技の差が光ると思うので、まあ一発ボルトチェンジ入れて、まあシザークロスってシールを剥がして、うん、で、今焼き尽くすのダメージはこれで入るじゃないですか。で、次に、まあボルトチェンジ入れて、これで勝ちですね。うん、ギリギリって感じですかね。ダイさんありがとうございました。今のは4ターン技と5ターン技のね、差をうまく利用した感じでしたね。ボルトチェンジ入れてダメージ取って、シザークロスで、まあ、CCT で帳尻合わせていって、さらにボルトチェンジでダメージ取って、2発分のボルトチェンジのダメージが入ってるんで、まあ、それで倒し切ったって感じですかね。あれ、慌ててシザークロスを、ボルトチェンジ打つ前に入れてしまってたら、まあ、やられてたと思うんですよ。うん。なので、まあ、そこがやっぱり良かったかなと思います。で、まあ、次の対戦ね、相手が電磁虫で引いてきて、引き先が、まあ、ベロリンガということだったので、ネット入れてからね、ベロリンガで対策、対応していくことにしました。うん、まあ、これネットで攻撃ライン引けてたらね、まあ、よかったんですけれども、まあ、でも十分でしょう。まあ、ベロリンガ同士の対面で相手が、先に出て、ゲージ溜めてるとはいえ、まあ、お互い下舐めがダメージになられて、のしかかりでダメージ取り合って、まあ、倒していくっていう感じになっていくんですけれども、うん、まあ、こっちのベロリンガやられる前にね、相手のベロリンガ倒しきれますし、まあ、対面を維持したまま、うん、なんですかね、まあ、戦っていけそうですよね。うん、やっぱりこういった受け方が できるのがベロリンガの強さですよね。他にこういう受け方できるポケモンいないんじゃないかな。相手のポケモンは同意して、うん、まあ、受けながらね、ガンガン戦っていって、うん、で、まあ、ゲージ溜めた状態でさらに裏のポケモンにプレッシャー溜めていけるみたいな、そういったね、耐久力も、なんだろう、耐性も優れているポケモンって、まあ、少ないですよね。で、技構成も優れてるんで、うん、まあ、やっぱり、うん、強いポケモンですね。で、まあ、こののしかかり受けられるんで、まあ、普通に受けていって、で、あれですね、相手が、まあ、多分電磁虫戻してくるので、まあ、そこにはのしかかりを打っていくって形で、戦っていけると思います。というわけでね、まあ、電磁虫が戻ってくるので、まあ、のしかかり2発までいけたらいいんですけれども、まあ、打たせてくれないかな、どうかな。うん。まあ、削り入れとけばね、その後の、なんだ、ナマズンで倒していけるんで、まあ、若干起点は作られちゃうんですけれども、まあ、悪くはないかな。ただ、これ2発いけそうですね。うん、いけそうですね。やっぱりボルトチェンジがもっさりしてるっていうところで、まあ、ダメージ判定が入る前に2発いけたんで、うん、これはかなり大きかったですね。今のボルトチェンジで多分やられてると思うんですけれども、うん、まあ、ここまで削ってしまえば、ナマズン投げてしまって、で、まあ、シザクロになんなり受けてしまって、で、その後、まあ、来て作り気味に戦っていけるんじゃないかなと思います。まあ、一発は受けられるんで、まあ、受けていって様子を見ていくんですけれども、相手のラスト次第ですかね。まあ、電磁虫が通ってればいいんですけれども、うん、まあ、二発目は受けられないんでシールを貼っていくんですが、相手が帰ってくるから、これマットショットで削りきれるかどうかちょっと微妙な HP、まあ、いけるかな。うん、で、相手が帰ってきて出てきたポケモンが、あれでしたね。大台魚でしたね。うん。これ、泥爆弾一発受けてくれるかな。まあ、泥爆弾なんで相手も多分食らってくると思うんですよ。ただ、まあ、かなり入りましたね。ここまで入ってしまえばもう、ボルトチェンジだけでいっちゃえるんじゃないかな。うん。いけますね、おそらく。うん。で、まあ、これは、まあ、一発なら受けられるんで、まあ、受けてしまって、うん。で、あれですね、シールド残した状態でやっていけば、まあ、全然戦えますね。うん。で、次のボルトチェンジで倒しきれるかな。うん、倒しきれて、まあ、相手のね、電磁虫虫の息なんで、まあ、文字通りね、まあ、こちらの勝ちですね。うん。対戦ありがとうございました。うん、今のはあれですね、相手のベロリンガにネット一発入れてからベロリンガ投げたっていう感じで、まあそこで、あれですね、差をつけられたのが大きいですね。で、まあ次の対戦なんですが、相手がアローラサンドパン、シャドウのアローラサンドパンですね。まあ出しがちなんじゃないかな。どうなんだろう、こっちがシャドウなんで出し負けてるって感じになるのかな。冷凍パンチがどれぐらい入るかっていうラインにはなってくると思うんですけども、ただ相手泥爆弾一発でもうかなり持っていけるはずなんで、うん、なので、まあ一応有利は有利だと思うんですよね。こっちは別に、まあ、シールラハリハリ勝負していけば勝ち切れるんじゃないかな。で、それを見越して多分交代受けとかしてくると思うんで、うん、まあ、そこを意識しながらやっていけばなんとかなりそうな気はしますね。で、相手は冷凍パンチでやっぱり、あれですね、ゲージの少ない方打ってきたんですけれども、まあ、次の冷凍パンチは食らえるかな。なので受けてしまって、で、こっちはね、泥爆弾同発で打っているんで、相手のシールラ2枚目剥がしていって、で、相手がね、3発目の泥爆弾多分かわしてくると思うんですよ。うん、まあ、かわしてくると思うので、まあ、ちゃんと見てね、技を打っていこうかなと思います。まあ、無理に慌てて打つ必要ないですね、こっちは。まあ、相手が、レートパンチ打ってくる可能性もあるんですけれども、まあ、その時はシールを貼ってしまえば OK なんで、で、帰ってきてやっぱりね、出てきたのはグライオンだったら、シャドルグライオンですね。これネットで結構いけるんじゃないかな。うん、ただネットで相当持っていけると思うので打っていったんですけれども、これ一発だったんですよね。これ一発だとは思わなかったんで、うん、ちょっとあれだったんですが、まあまあ、あれですね。うん、オッケーですね。で、まあ、シールラード取った状態で出てきたのは最後、チャーレムということで、まあ、これはもうあれですね、なんだ、電磁虫投げていけばシザークロスで、まあ、削り取っていけるんで、まあ、削っていって、で、あとは相手の、アロラサンドパンがちょっと HP 残ってるんで、まあ、そこはちょっと意識しながらやっていきたいんですけれども、うん。
まあ、ベロリンガで持っていけるんじゃないかな。だから、まあ、シダクロ打っていって、まあ、シダクロ2発入れられますよね。で、チャルムね、まあ、硬いんでね、シダクロ2発耐えるんですよね。うん、まあ、耐えるんですけれども、うん、なんだろう、まあ、ベロリンガで来てもらえばいいんじゃないかな。うん、これで多分虫の息になるんで、うん、残り少なくなるんで、まあ、これ入れてしまった後は、まあ、相手の技が飛んでくるんですけれども、まあ、それは受けちゃっていいっすね。まあ、受けてしまって、うん、で、その上で、ベロリンガで起点作るって感じで、あとはアローラサンドパンをシールアラを取った状態で迎えてば勝ちは確定ですかね。うん。というわけで、ここでベロリンガが出ていくんですけれども、あれでしたね、相手の、なんだ、チャーレムも残ったし、こっちの、なんだ、電磁虫も残りましたね。うん。倒されるかなと思ったんですけど、で、まあ、ここで相手がドリルライダー打ってくるんですが、まあ、一発食らっても、まあ、黄色になるぐらいだと思うので、まあ、普通に受けていって、レッドパンチでしたね。で、こっちは、2発打ってくんのか。うん、まあ、でも、まあ、レッドパンチでしょう。うん。で、相手のね、チャーレムはもうね、残り HP 少ないんで、まあ、これシールラン貼る必要なくて、ゲージも吐き切ってますし、このパワーイップで相手のアラロサンドパンを飛ばしたら、戻ってきたチャーレムを、ペロッと、一舐めして、こちらの勝ちですね。うん。まあ、これは、どうだろう、出しがちから順当にいけたかな。まあ、個体系も読んでたんでね。うん。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ね、ハルカップでね、なんだ、シャドウのナマズン作ったんで、まあ、ちょっとスーパーリーグでも使ってみようかなと思って、まあ、使ってみたんですけれども、まあ、火力がやっぱりちょっと普通のナマズンとは違いますね。まあ、その分耐久力が落ちたんで、うん、まあ、あれなんですけれども、対面も若干変わるのかな。どうなんだろう。まあ、さっき言ったように、まあ、同じ水ポケモンですよね、あいつ。まあ、ギョロボンとか、マリルリとかに対して、まあ、通常のナマズンよりは、戦いやすくなってるのかなっていう印象が正直ありますね。まあ、回転がこっちの方が、まあ、早くて、で、まあ、泥爆弾の火力が上がってるっていうところで、まあ、シールを張りながらの対面戦いにはなるとは思うんですけれども、うん、まあ、実際私がマリルリ使ってて、相手がシャドウナマズン使ってきたときに、まあ、通常のナマズンよりも手強いなと思ったんで、うん、まあ、そこを考えると、うん、まあ、そういった意味で、少し、なんだろう、まあ、シャドウと通常ナマズン、まあ、1.2 倍の火力が出るっていうところで、うん、まあ、若干対面とか、そういう部分が変わってくるのかなって気がしますね。まあ、ナマズンは耐久力がね、まあ、結構あるポケモンなんで、うん、なので、まあ、まあ、通常のナマズンの方がいい場面もあるとは思うんですけれども、たださっきのナットレの対面みたいに、まあ、どうせね、勝てない対面だったら火力で、まあ、ダメージ取る方が、ま、良かったりする。まあ、ナットレ相手に2発撃てたじゃないですか、倒し切られる前に。弱点つかれてる割には。まあ、相手が種マシンガンなんでね、まあ、葉っぱカッターと比べて、ま、ダメージ入るのも、ま、少ないというか、まあ、遅いっていうのもあったんですけれども、やられる前に泥爆弾2発撃てたっていう。まあ、それだけでね、黄色まで持っていけたんで、うん。まあ、やっぱりそこの差は、通常とシャドウの差があるのかなと思いますね。うん。で、あとはもう、ベロリンガですね。まあ、こいつはほんと強いですね。もう、なんか困ったらベロリンガ入れとけばいいや、みたいな感じに。実際このパーティーもね、ナマズンと、なんだ、電磁虫は結構決まってたんですよ。うん、なんか、まあ、保管取れるかなって、まあ、保管ってほどでもないんですけれども、まあ、やりやすいかなってことで決めてはいたんですけれども、まあ、あと一匹何入れとこうって思った時に、まあ、とりあえず、ベロリンガ入れとけばなんとかなるかなと思って、まあ、入れていったら、まあ、本当なんとかなったんで、なんとかなるバトルも多かったんで、まあ、そこも踏まえて、やっぱり、なんだろう。まあ、本当に強いポケモンだなと思いますね。まあ、あとは電磁虫。うん。まあ、面白いですよね、電磁虫。まあ、やる気者と一緒で、中間進化が一番強いというか、まあ、使い勝手がいいっていうのもね、まあ、面白いところだと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。